セリホス島は、エーゲ海にあるギリシャの島。キクラデス諸島西部に位置し、ヒトノストウの南、シフノストウの北西にあたる。行政上は、ミロス県に所属する。面積75.207平方キロ、人口1420人。ピレウスから、東南東へ、約170キロ。ギリシア神話では、孫が汝をあやめるであろうという信託を得た父。 アクリシオスが木箱に乗せて海に流したダナエとペルセウスが漂着したのがセリフォス島である。ゴルゴーンのメデューサの首を取って島に戻ってきたペルセウスは母ダナエと力ずくで結婚しようとしていたセリフォスをポリュデクテースを罰として石に変えた。古代には泣かないカエルの伝説で知られた。帝政ローマはこの島を流刑地とした。 1204年に軍島の一つとしてベネツィア共和国領となった。19世紀後半には鉄鉱石の採掘でささやかな後景気を呈した。鉱山が1960年代に閉山してからは観光業と小規模な農業が島の基幹産業となっている。セリホス島の丘の上の中心地、ホラにある中世の大理石の城壁は、 かつてこの地に戸があったことを示している。ホラの考古学博物館には、大理石彫刻などの偶然出土した遺物が展示されている。最も印象的な古代の造形物は、ホラからメガホリを近くのメガリバディに通じる、道の丘のすぐ東に立つ、高さ2メートルのヘレニズム時代の大理石の暴露、白い塔とその内部階段である。その修復に向けて、 落ちた破片を調査する作業が2011年に始まった。南西端の巨石遺跡、キュクロプスの寝床を含めて、島内にはその他、少なくとも4箇所に古代の暴楼がある。ガネマトクタラスの奥地に位置する、いわゆる聖母の城は、双子の岩峰から下る山間いに崩壊したから、罪の遺構をさらす。その丘の南西で発見された城大遺跡や瓦の破片。 陶器のかけらは古代に聖域が存在したことを示すと考えられている。ガラニ村の東に大天使ミカエルとガブリエルを祀って1572年に完成した要塞化されたタシアルホ修道院がある。青年期の1958年に入ったマカリオス氏が2012年6月現在唯一の修道士で見事な献身を持って修道院を維持している。 20世紀、セリフォス島の鉱山は、ドイツ人の鉱山学者エグローマンが監督する、セリフォススピリアゼザ鉱山協会によって開発されていた。1916年の夏、低賃金、長時間労働、脆弱な安全対策、それに、平役満了後の労働者の再雇用を会社が拒否したことを理由に、460人の交付が労働組合を組織し、 ストライキを行った。この島の出身でエジプトで教育を受けた後、ギリシャ本土で労働闘争を展開していたアナルコイコールサンディカリストのコンスタンティノス・スペラスがリーダーになった。これに対してグローマンはギリシャ当局に支援を要請し、近くのケア島に駐屯する30人の憲兵が派遣された。スペラス以下のストライキ委員を交流した後、 憲兵の注意は、功績を積み出すメガロリバデンのドックに集まり、貨物船への搬入を拒んだ労働者を解雇するよう要求した。4名の労働者が殺され、12人が負傷した。労働者はその妻らの助けを得て、投石で抵抗し、3人の憲兵を殺害し、一体を撤退させた。島内の施設を掌握した労働組合は、ミロス島に停泊するフランス艦隊によって、 島は保護されるという声明を発した。労働者階級による組織固めに向けた努力がなされたが、フランス海軍の干渉とギリシャ軍の到着で頓挫した。逮捕されたスペラスは大逆罪で起訴されたが、応答派政権が倒れた、数ヶ月後に釈放された。グローマンは労働条件の改善と8時間労働を実現し、鉱山の支配人に復帰した。 スペラスはアテネで労働運動を続けたが、1943年伝えられるところによれば、ギリシャ共産党の過激分子によって暗殺された。会場から見たセリフォス島パノラマ写真。2003年7月30日セリフォス島から発見される緑水晶。ありがとうございます。